サイボーグ、サイボーグは、サイバネティックオーガニズム、サイバネティックオルガニズムの略で、抗義の意味では、生命体、オーガンと自動制御系の技術、サイバネティック、サイバネティックスを融合させたものを指す。具体例として、人工臓器などの人工物を体に埋め込むなど、体の機能を電子機器をはじめとした人工物に代替させたものがある。日本では、 石森翔太郎原作の漫画、サイボーグ009の出版以降、一般に知られるようになったため、人間や動物が身体機能の補助や強化を行った場合を言うことが多い。アメリカ合衆国の医学者、マンフレット・クラインズとネーザン・エス・クラインらが1960年に提唱した概念。当初は人類の宇宙進出と結びつけて考案されたものである。また、 この提唱よりも前に SF 小説でこのアイディアは使用されていた。小説や映画ではヒューマノイド、アンドロイド、ガイノイドとの区別が曖昧である、または混同されている場合が多い。アンドロイドやガイノイドは人間の姿形によく似せた人型ロボットである。このうち特に男性型をアンドロイドと呼ぶ、女性型であることを特定して呼ぶ単語は、 特に害が害の井戸ということはある。害は、男女はず、使われる単語である。例として、映画、ロボコップの主人公、ロボコップは、人間をベースに改造したため、サイボーグであるがアンドロイドではない。しかしながら、映画、ターミネーターに登場する、ターミネーターは、生体部品として、人間の皮膚組織を持つ機種もあるが、人間としての主体を持つ存在ではないので、サイボーグではなく、 アンドロイドに分類される。現在、サイボーグ技術と呼ぶことができて、程度の差こそあれ、実用化に達しているものには、ペースメーカーや人工心臓、筋電義手、人工内耳、人工眼、眼球、網膜、視神経などの代替などが挙げられる。近年、この分野は、目覚ましい発展を遂げており、従来 SF の中でしか語られてこなかった各種のサイボーグ技術が、 現実のものとなりつつある。近伝の信号を読み取ることで義手を使用者の意のままに動かしたり、義手に取り付けた圧力センサの情報を逆に神経へ送り返して感覚を取り戻したりする近電義手はすでに実用段階に入っている。また、脳へ直接電極を差し込み、聴覚、視覚の情報を直接脳へ送り込んだり、脳へ部分的に 電気刺激を送りパーキンソン病等の症状を和らげたり、うつ病を治療したりする技術、脳心部刺激療法も発達しつつある。主に、失われた四肢や臓器、感覚器の機能を代替、回復させるために用いられる。代表的なものには、義肢や人工関節のほか、人工臓器である、人工内耳、人工網膜、人工腎臓、人工心臓などが挙げられる。 手足の震えを和らげたり、うつ病の治療に用いられる脳深部刺激療法も、これに含まれる。人工臓器のうち、古くからあるものには、義士やメガネのような単純な器具もあるが、サイボーグの場合は何らかの機構を持つ部品を人体に取り付けるという意味合いから、単なる器物、単体では機能しないである技師、メガネなどは、サイボーグの範疇からは外される。健常者に用い、 人間本来の機能を強化するために用いられる。代表的なものには、パワードスーツ、人工外骨格、追加指示、3本目、4本目の手足、追加感覚器、より鋭敏な感覚が得られたり、広報や遠隔地の情報が得られる目鼻など。機能追加を目的とする埋め込み型の機器に関しては、フィドに代表される ID 機能、カルテクレジットカードなど、 無線通信機能を持ったカプセル蒸気機の埋め込みが実際に行われているが、さらに、ブレインマシンインターフェースのような、現在は道具を手などで操作しているものを、直接的に体の一部のように扱えるように、するなどの利便性を高めるものまでもが想定され、一部には、以下に述べる、非侵襲型のインターフェースを備えた装置も開発、利用されている。 人体の外部に取り付けて動作するタイプ。取り外し可能な義手や義足、パワードスーツなど。新衆型のような危険性がないため、比較的実用化しやすく、倫理面での問題もクリアしやすい。人体の内部に埋め込まれて動作するタイプ。人工心臓やペースメーカー、人工眼球、人工内耳、脳神部刺激療法など。これらのタイプは、故障や、 ご動作の際に使用者に危険が及ばないように十分な対策を取る必要がある。このタイプのものをインプラントと呼ぶことがある。装置の接続のために人為的に人体を傷つける侵襲ため感染や拒絶反応を起こす危険があり、技術的課題や倫理的問題が多い。組織性対抗学の発達により生体の失ったあるいは弱体化した機能を補完するために 体に機械を組み込んだ人間は今後とも増えると見られるが、これは様々な危険性を抱えている。生体内の異物は感染のリスクが高く、一度感染すると重症化しやすく治癒しにくい。さらに、機械には自己修復性がなく、故障時は致命的事態になりかねないなどの問題があるからである。また、脳刺激療法では、 患者の本来の性格を変えてしまいかねないという倫理的問題もある。素材そのものに対する危険性も否定できない。現段階では体内インプラントフィドチップに発言の危険性が指摘されている。これらの技術は人間の尊厳を犯す可能性が指摘されており、研究者たちは倫理的な面でも議論を進めている。アメリカ合衆国では サイボーグ技術の軍事利用への研究も DARPA を中心にして活発に行われている。兵士の身体能力を大きく強化する戦闘において手足を失った兵士に義手義足を適用する子で素早い戦場復帰を可能とするブレインマシーンインターフェースの導入により戦闘機パイロットの脳と戦闘機のコントロール機能を接続することで 反応速度の向上を図る、などが考えられている。他にも、小動物の脳を制御し、遠隔操作で偵察、自爆を行わせたりする、動物兵器への応用や、ブレインマシンインターフェースによる、無人航空機、無人戦車などの無人兵器、軍事ロボットを核制御する、などの研究も進められている。フィクション作品、サイエンスフィクションではしばしば好まれて用いられる。 概念の一つであるが、日本では1970年代に入るまで、その概念は広く浸透していなかった。SF 作家の平井和正と豊田有常が、エイトマンのシナリオをめぐり、作中にサイボーグを登場させるか否かで、掴み合いの喧嘩になりかけたとき、側でおろおろしているスタッフのメモ書きに、サイボーグと書かれたのを目にして脱力し、喧嘩が収まったとのエピソードがあるほどで、 その後、サイボーグ009や仮面ライダーシリーズ、特1970年代から1980年代にかけての作品群などで、ようやくサイボーグの概念が世間一般に広く浸透したと言える。人間としてのアイデンティティを持った改造人間がほとんどである。しかし、欧米では、ターミネーターなど、生体の一部を単純な部品として使用した。 アンドロイドというようなキャラクターも、細部として存在している。こういったフィクション作品では、単に、超人を登場させるための理由付けである場合も、多いが、人間性の喪失のほか、最新技術と人間の調和という現代的な、文学的、社会的テーマを、魔なのか、機械なのかという極端な形で提示できることから、物語の主要テーマに関わる形で取り扱われる、 こともまた多い。ただ前日のロボコップも、作中では、死亡した人間の臓器の一部を流用した、ロボット、人権を持たない装置として、またターミネーターも、ターミネーター2で学習により、人間らしさを獲得しいく途上が描かれるなど、この境界が持つ、曖昧性を、作中のエッセンスとして強調する作品も見られる。ことさら航空機などの乗り物は、 腕や足のある動物や人間型の機械よりも構造が単純なため乗り物などの機械装置を直接脳からの信号で操作しようという構想はしばしば小説や映画などに見られる。映画 Firefox では蒸気のブレインマシンインターフェース技術によりパイロットと機体を接続し手足を使うことなくパイロットの思考で操縦や機器の操作ができる。 新型戦闘機登場する。また、劇場アニメ、超時空要塞、マクロスアイ、覚えていますかでは、パイロットの神経系を接続する、バトルスーツが登場する。TRPG、メタルヘッドでは、パイロットとメカニックを直結し、機体の思考操縦を行う、サイバーリンクシステムなども存在する。これらは、パイロットの肉体を機械化したり、新集機器をつけているわではないが、 その技術はサイボーグの基礎的なものとなっている。また、対等のゲーム、レイホースシリーズでは、サイバネティックリンクシステム、略称、CLS と呼ばれる技術が登場する。これは、サイボーグの究極型とも言うべきもので、脳だけを攻撃機に組み込み、反応速度や加速、旋回の際の完成力の問題を解決している。ただ、作品中にいても、常実のように、 倫理面の問題が指摘されている。同様の技術が映画、ロボコップ2にも登場している。また、テレビアニメ、UFO ロボグレンダイザーでは敵である、ベガ人は捕獲した他の惑星人を同様の技術を使って惑星侵略の先兵としている桜田五作版では、地球侵略用の円盤銃には、主人公の同胞のフリード星人の脳が組み込まれている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。